アンドレ・ベイユ、アンドレ・ベイユ、アンドレ・ワイル、1906年5月6日から1998年8月6日は、フランスの数学者で、20世紀を代表する数学者の一人で、ある。思想家のシモー・ヌ・ベイユは妹、児童文学者のは娘である。パリに生まれ育ち、エコール・ノルマルを卒業。1928年の学位論文ではすでにモデル。 ベイユの定理を含むものであった。インドの大学で教授となり、その際にインド哲学を学んだ。フランスに戻り、ストラスブール大学の教授となった。この時の同僚にアンリ・カルタンがおり、これがきっかけで学生時代の友人たちとブルバキを結成する。ブルバキとは、ベイユとカルタンの友人らによって結成された数学者、集団であり、数学全体を再構成するべく。 数学言論という膨大な著作が刊行され、これは二十世紀数学に強い影響を与えることとる。兵役拒否など戦争中の体験から無実の罪で処刑されそうになるが、初代フィールズ賞受賞者であるアール・フォルスに助けられ1941年にアメリカに亡命し、最初は米軍の学校で教えていたが、学生のレベルが低かったため退職して、ブラジルへ再移住し、 サンパウロ大学教授に就任。以後、南米とブルバキを中心とするフランスの数学者はいくらかの関係を持つこととなる。1944年にパリが解放されると、1945年6月20日に寄付し、1947年に再び渡米し、シカゴ大学、1947年から1958年、プリンストン高等研究所。 1958年から1976年などで研究生活を送った。数論、大数期科学に大きな業績を残した。米油予想は数論と大数期科学の深いつながりについて予想したもので、リーマン仮説の類似の一つであるが、その後のセールやグロタンディークの活躍につながるものである。また米油予想の解決は20世紀の数学の大きな 出来事でもあった。彼は、ブルバキの中心的なメンバーであった。ヨーロッパの多くの言語に通じていて、サンスクリットのバガバットギーターは、彼の愛読書だった。空集合の記号も、彼の考え出したものだが、これはノルウェー語のアルファベットの一つである。数学詞に関する造形も、非常に深く、その一端は、ブルバキの、数学詞からも、伺い知ることがきる、ブルバキに、 数学詞を載せることは、彼の発案で始まった。また、ウルバキの数学詞に関する記述は、大半がベイユとデュドネによるものとも言われ、単著でも数学詞に関する著作も多い。主張は、大数幾何学の基礎、アーベル多様体と、大数曲線、大数曲線とそれに関する多様体。この他に、自伝や、数学詞の著作もある。シカゴ大時代、ベイユは、 小平邦彦、岩沢健吉らの訪問及び手紙のやり取りを通じて、日本人数学者たちと次第に親密な関係を結んでいった。その中の一人、中山忠氏、元名古屋大教授に対しては、中山は1951年に、私の命ではないが名誉を救ってくれたと述べている。それは、日本の数学者たちの求めに応じて、高木貞春記念号への寄港予定であった。 類体論に関する証明に対してのことである。当時アーバナにいた中山は、米油の証明中に誤りを見出し、すでに東京に送られていた、米油原稿の観光前での改正に大きく貢献した。それらもあり、米油は日本での数論のシンポジウムへの招待に対して、とりわけ嬉しく思ったとしている。結果も、見事で楽しくまた見り多い会議と述べている。その中で、志村五郎。 谷山豊の巨数情報理論のアーベル対応体への拡張へのアイデアが米油と共通しており、かつ三者で補い合う関係にあったために、自身の新しいものとばかり信じていた米油を大いに驚かせている。谷山、志村予想の発案者でもある日本の数学者、谷山豊は米油を表して、歯に衣を着せない。その批判は辛辣である。 温厚な大先生方にはあまり評判はよろしくないとする一方で、そう一概に排斥しないだけの自由な空気がなかったならば、数学は窒息してしまったであろうとしている。そして、米油の大胆な推測、ハッタりではないかと思われかねない発言に対し、凡ンもって天才の思想をうぬするのは危険であろうと記している。谷山は、米油の才能を第一は、 クラシックな理論の中から本質を鋭く見抜き、何が、いかに抽象化され一般化されるべきかを投能。第二に、それを実行に移す際に散積する障害に対し、挫折したり迂回路を取ることなく、障害を一つ一つ強引にねじ伏せる腕力と息の、長さであると評し、キレ麗ジが好きで腕力の弱い、我が国の多くの数学者に対する弔問の一針で、あるとした。同時代の数学者。 数理物理学者、ヘルマン・バイル、ヘルマン・ホエールと名前が似ていることから、後世の数学者は、私と彼が同一人物なのかをめぐって激しい議論をすることになるだろうと冗談を言っている。米友は、応用数学、同時代的には、数学と物理学の組み合わせは一種の花形であった、には、興味がないとしていた。しかし、人文科学者を含めてこういうはあり、 友人の人類学者であるクロードレビーイコール、ストロースからのオーストラリア北端のムルンギン族の婚姻制度の組み合わせ問題の解決依頼に対して協力している。ベイユはこの問題を婚姻の形を二つのもとが生成するアーベル群に抽象化して整理できると見抜き解決した。この件により、ムルンギン族に対しある種の愛情を感じるようになった、と後にめている。ベイユは、 ブルバキの初期メンバーで有名だが、彼自身そのことを非常に誇らしく思っており、娘の名前も、ニコラ・ブルバキからとって、ニコレットと名付けるほどであった。数学は、少数の天才によって進歩するのであって、二流以下の数学者たちは、共鳴箱に過ぎないとも言っている。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。